土方さん。なんだ、まだ寝てなかったのか。さっきの島田さんの言葉が気になって。近藤さんがいない今、俺一人で新選組を支えきれるわけねえだろ。新八や原田の言った通りだったな。新政府軍に江戸城を明け渡すって決めたのは勝阿波の神だったらしい。俺たちは江戸から体よく追っ払われたってことだ。そんな、くそ、結局負け戦になって近藤さんまで。その先に何かがあると信じて死に物狂いで坂を登ってきたんだぜ。登った先に何もねえって分かっちまったら、一体何を信じて生きていきゃいいんだ。あの、うまく言えないんですけど、今ここに残ってる大使さんたちが信じているのは何かっていうと、やっぱり土方さんなんだと思います。だからその、土方さんなら、見失っちまったものはてめえでもう一度見つけなきゃどうしようもねえよな。今はでかい戦が控えてる。あれこれ悩むくらいなら勝つことを考えねえとな。はい。土方さん。くそ、こんな時まで。土方さん、こっちへ。土方さん。やめ。土方さん、ここで血を飲まなければ、このままじゃ。俺がやる。向こうを向いてじっとしてろ。はい。そのまま振り返るんじゃねえ。すまねえな。いえ。大丈夫か。はい、傷ももう塞がってしまいましたから、もしもの時はいつでも私を呼んでください。私はずっと土方さんのおそばにいるつもりです。少し休んでください。